皆さんお元気でしょうか。成田公式 YouTube ナビゲーターの学部です。スナック久保にお邪魔しております。よろしくお願いします。クリアマンベーカーマーケティング部の渡辺と申します。ようこそ。スナック久保とは何なのかをちょっとお伝えいただいてよろしいですか。スナック久保とは、タニタ公式 YouTube チャンネルにて、はい、今、不定期で配信をしております、はい、ゲストの健康の秘訣とか、はい、健康習慣とか健康法だとか、はい、そういったのをお聞きしながら、はい、放送している番組でございます。じゃあ早速ちょっとお近づきのするうちに、はい、乾杯を、はい、あ、そうなんです。今日は栗山ベーカーさん新潟ということもお聞きをしたので、はいはい、日本酒を。ありがとうございます。私が好きなだけなんです。何でしょう。はい、なのでちょっと日本酒をご用意しました。はい、新潟のお酒ってことですね。はい、ということで、はい、はい、日本酒の久保田をご用意をいたしました。今日はご来店いただいてありがとうございます。よろしくお願いします。乾杯。皆さんも乾杯。乾杯。いただきます。あ、美味しいです。日本酒は美味しい。新潟はやっぱりね、お米どころというか水も綺麗で、そうですね、日本酒有名ですよね、はい、さっきちょっと伺ってたら、はい、1ヶ月前、はい、2ヶ月前、2週間前、あ、2週間前2週間前までは、はい、新潟の方で製品、はいはい、開発部の方で中身を作る仕事をしておりまして、はい、なんと、はい、じゃあもう今ちょうど今回、はい、今日実はその、はい、お持ちした、はい、お土産も持っていただいて、はい、いただきました、はい、なんと、はい、じゃあこの中身、中身というかもう実際のおせんべいとかを開発してですね、はい、じゃあこの今度次はこのコンセプトであったりこのパッケージの方を作るというところの仕事に携わらさせていただきます。面白いですね。またね、仕事が大きくガラッと変わるから、はい、ちょっと今度また女子会でもしましょうね、はい、味付けもどうしようかなっていうところで、はい、すごい、なんか嬉しい。ということで今回その、はい、まあ、ちょっとパッケージの話の前に、はい、中身の話ではないんですけど、はい、こだわりのポイントっていうのは、はい、たくさん、まあ、あるんですけども、うんうんうん、まずはおつまみというテーマだったので、うん、おつまみに合うしっかりとした味っていうところを出すためにちょっと辛みを効かせた、うん、醤油味のあれをしたっていうところになります。風味というか辛みがある方がお酒もね、はい、進みますしね、はい、タンパク質が豊富に含まれている、うん、このローストのホールアーモンドを一緒に混ぜたというところも、うん、はい、うん、ポイントになっております。その他にも例えば生地には、うん、おからだとか大豆を、配合しておりまして、そこで食物繊維を入れていたりだとか、はい、うん、あとは、まあ、おつまみなのでオルニチン肝機能にちょっといいとされている、はい、オルニチンを入れさせていただいて、肝機能いいという、はい、ちょっと肝機能っていうワードになってちょっと反応敏感に反応してしまいましたけども、はいはい、そこを入れていたりと、うん、あとはまあそうですね、しっかりとした味にするっていうところなんですけども、うん、はい、M の方もちょっとさせて、ね、はい、調整したりはしました。確かにそのタニタ食堂っていうと、はい、まあ、塩分控えめっていうのが、うん、もともとね、定食でもコンセプトであったので、はい、その辺本当に大変だったんじゃないかなっていう、はい、そうですね、今回ガラッとパッケージが変わるというので、はいはい、白のベースで売り場で入るように、うん、はい、ちょっとこうシンプルなデザインと変更させていただいて、中身は、はい、今変更はないですよね、パッケージの方ですね、はい、合うお酒みたいなのっていうのはおすすめがあったりするんですか。そうですね、基本的にはビールとか酎ハイに皆さん合わせて食べていただくことが多いですね、うんうん、はい、実際に、おつまみ中身見せていただいてもいいでしょうか。はい、ぜひ、はい、特にお酒が入ってくると、はい、いっぱい食べてしまいがちですからね、そうですね、はい、そこ よく噛んでゆっくり食べていただいて、しかも小分けというところで食べ過ぎを防ぐ設計になっているとか、そうですね、はい、コントロールしていただくというか、うん、はい、形になっております。はい、健康の秘訣だとか、はい、健康習慣だとかをちょっとお聞きしてるんですけど、はい、渡辺さん、はい、なんか本当に肌も白いしすべすべだし、触ったんか触ってないですけど、ちょっとね、なんかちょっと中身を押したら、もうなんか遠くなっちゃってますけど、なんかあれですか、はい、健康の秘訣みたいなのはあるんですか。はい、健康の秘訣はやっぱそうですね、まあ、新潟出身ということもあるので、うんうんうん、まあ、毎食必ずしっかり、まあ、新潟県産のお米をしっかり噛みながら食べるっていうところが健康の秘訣になっているのかなと。
とは、はい、思ってます。お米大好き。お米はい。はい、それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。